はい、今日はですね、少し薬の開発っていうことを参照しながらコーチングっていうものを考えていきたいと思います。薬の開発っていうのは、どういうふうに行われるかっていうとですね、もちろんその何かしらの治したい症状があって、でそれに対してそれに有効的にこう効き目のある、そういう有効性で、ただ効くっていうだけでは足りなくて、その副作用が少ない、あるいはないっていう、その安全性っていうものが両方ともこう確認できたものが、最終的にその薬として厚生労働省に認可されるわけですね。だからその有効性と安全性両方が備わっているっていうことを、一般的に臨床試験っていうことを、その厚生労働省に対して薬の検査を、認証を受けるためのあれは治験って言いますけれども、広くその臨床試験っていうものを通じて薬の有効性安全性を確かめて、それをパスすれば薬として市販されると、あるいはお医者さんが使えるものになるというわけなんですね。で、じゃあ皆さんが薬を飲むときに、あるその症状が出て、でそれを治したい、改善したい、緩和したいっていったときに、通常はそれは医師の処方箋によって出されたものは、皆さん安心して、そういったある程度のこう副作用っていうこともお医者さんは考えながら、ただ聞くっていうだけではなくて、その副作用っていうことも考慮しながら出してくれるので、それほど医学の知識っていうものがなくても安心してそれを飲むことができる。じゃあそういう何にも臨床試験を通っていないある薬があるとしましょう。で、これはすごくよく効きますと、ある症状に対して劇的にそれを改善する、そういうものがありますと。で、それを目の前に出されたとしましょう。お医者さんでもない人にね。その薬を安心して飲めるでしょうか。多分安心して飲めないと思うんですね。それは何でかっていうと、有効性はその人がただ有効だと言っているだけ、そして安全性、それをやったことによってどんな副作用があるのかっていうことを何も説明されてないからですね。で、あるいはその副作用っていうことを何も確かめていないからですね。だから薬の場合であれば、その有効性そして安全性っていうものが十分確認できているものを飲むっていうことは、皆さん当たり前というか、逆にそうじゃないものには手は出さないわけです。少なくとも医師が処方して出すものはそうであるという前提で、皆さんそれほど知識がなくてもそれを安心して飲む。じゃあことマインドについてはどうなんだろうかと、私たちはそのコーチとしてコーチングっていうものをこう提供している。でそれは技術なわけですけれども、それもじゃあこの技術を使うとあなたのマインドがこういうふうに変わりますと、それも劇的にいい変化が現れますと。でも実はすごく良くなんだけど、こういう副作用もありますよってこともあるかもしれないんですね。じゃあ私たちが今提供しているコーチングは、なんで、例えば私だったら私が安心して皆さんにそれを渡すことができるのかっていうと、たくさんの臨床試験をやってきているからなんですね。私たちのコーチングっていうのはルータイ数を、コーチングの階層として、40年以上の歴史があるもの。でその40年の中でそのコーチングの体系、マインド、人のパフォーマンスを上げる
まあ、この場合のパフォーマンスっていうのは何かスポーツの成績であるとか学業の成績であるとか仕事の生産性であるとか、まあ、そういうものに限らず人生をより豊かにしていく、まあ、そういう人生全般っていうふうに捉えた方が私はいいとは思うんですけれども、そのパフォーマンスを向上するために必要なこのマインドの使い方っていうことをルータイスが考え、そしてそれを単にルータイスが考えて体系化しただけではなくて、その時々のその心理学者であるとか脳科学者であるとか、まあ近年であれば認知科学者の友道秀人博士であるとか、まあそういった科学者の知見をどんどん取り入れながら、そのシステムをより精緻に、あるいはより最新のものにしっていうことを重ねてきたんですね。で、ただそうやったそうやって理論体系を精緻にしてきたっていうだけではなくて、必ずその40年間の中で人に適応し、適応した結果どういう効き目があるのか、あるいはどうすればその単なる変化ではなくてそのことから起きる副作用を小さくできるのか、あるいは副作用を起こさないでいい結果だけをこう得られるようにできるのかっていうことをシステム全体として作り上げてきた。で、そのさらに良くしていく中で最新の知見をどん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 こう入れてブラッシュアップしてきた。で、よくそのルータイスのコーチングのプログラムとかであると全世界で何百万人の方が全世界でこう受けてきたっていう実績をまあ紹介したりするんですね。じゃあそれって何かっていうと、まさに人に適応しながら人を使って実際に臨床の試験に相当するような有効性と安全性を確かめながら効くかつ副作用が少ない、あるいは副作用がないっていうものを体系化したことに成功したから、今私たちにこう極めて完成度が高い形で残され、あるいは今でも使えるもの、今でも人に安心して紹介できるものとして私たちがこう使うことができるものなんですね。で、このマインドの世界っていうのは非常に目に見えないからっていうのもあるかもしれないですけれども、多くの人が思いつきでこれがいいよあれがいいよって、あるいは思いつきだけではなくて単なる断片的な知識だけでそれをこうしたらいいよああしたらいいよって言えてしまう世界なんですね。でもその寄って立っているところが非常に古いその、まあ、科学でいうと、まあ、科学の理論体系であったり、あるいはまだ科学以前のものをベースにしていた、まだ私たちのマインドの仕組みっていうものが十分に分かっていない時代に出来上がったものによって、そのこうした方がいいよって出来上がったものであったりするものたくさんあるんです。で、まあ、例えば本であれば多くの成功哲学であるとか、まあ、こうすれば自分はうまくいったのでこの方法で皆さんやってみましょうみたいな本もたくさんこう書籍に並ぶわけです。でもそれの危険なところは、そもそもその人はその抽出したその方法で自分が効き目があったのかっていうことに対して、その人一人しか臨床試験をしてないってことです。だからもしかしたらそのこれで効き目があったっていうことに対して本当は違うものが効いている可能性もあるってことですね。確かにその人は何かしらの高いパフォーマンスを出したんでしょう。でもその人がこれが効いたよっていうその有効成分は実は違うものだった可能性もあるわけですね。で、さらにそれはその人にとって有効であったかもしれないけれども、他の人にそれを適用したときに副作用を起こすかもしれないということです。その臨床試験を何にもしていない、そういうものがこのマインドの世界にはたくさんはびこっているんです。ですので私たちが
今その提供しているコーチング、まあ、特にそのルータイスを源流としたそのコーチング、まあ、その中にはいわゆるトマベチ博士があの開発されたトマベチコーチングっていうのも含まれますけど、それは源流をルータイスを源流にしている。だからコーチングのその有効性あるいは安全性っていうものはそのルータイスの理論の中で担保されているものなんですね。なので私たちはそういった圧倒的な、例えば薬の世界で全世界で何百万人の人がその有効性をあるいは安全性を確かめたものってどれだけあるでしょうか。それほど多くないと思うんですね。多くのそのマインドの世界で言われるその方法論理論っていうものはたかだか数人の臨床しか経てないかもしれない。中にはもっとひどいものだと一人しか、その主張しているその人しか試験を通っていないものかもしれない。ですので皆さんが、まあ、その私たちのコーチングのものをこう使って安心してそれを使っていただくということは、まあ、そういう、もう圧倒的な臨床試験を経ているので、もうそこはあの皆さんがわざわざまた臨床の、ね、試験にさらされる必要もないものだと思ってるんですけど、まあ、これからそのいわゆるマインドの、まあ、使い方に関する、まあ、それをマインドっていうかどうかはいろいろその、 使う人によって言い方は違いますけれども、そのまあ、心の扱い方っていうかねっていう人もいるでしょうし、まあ、そういったものを手に取ってみようと思って自分に適応しようと思った時に、果たしてそれは臨床試験を通っているのかどうか、圧倒的な臨床試験、圧倒的な数を持ってその有効性安全性っていうものを確認できているのかどうかっていうことをちゃんとチェックしてほしいんですね。皆さん薬であれば、まあ、そういういわゆる認可が下りているもの、厚生労働省がちゃんと認可を出しているものはそういったものが通っているっていうものを使うっていうのは当然にやる。だから私たちがわざわざこれって、まあ、ちゃんと、ね、医師が処方するものであればそういう薬ですから、あのそういう薬を使うっていうのは当たり前のようにやるんですけど、いざマインドの話になるとそういうプロセスを、まあ、そういう確認行為ですねをしないことがたくさんです。でもマインドの世界はその有効性が重要なだけではなくて安全性っていうことがすごく大事なんです。いや、こんなに変化しました、こんなにこのところが良くなりました、でも体壊れましたでは全然その何にもならない。この分野はこんなに良くなりました、こういう劇的な変化を得られました、でもすごく不幸せですと、そんなもん皆さん欲しくないですよね。でも私たちはそういった、まあ、正しい知識といったらあれですけど、まあ、そういったその薬であれば当然行うであるような確認行為を省略して手を伸ばしてしまう。で実際その例えばルータイスのプログラムであれば TPIE であるとか PX っていうものがあります。じゃあこれが何で優れているのかっていうと、その極めて有効性が高いだけではなくて、そのプログラム全体としてちゃんと副作用が出ないようなそういうものをちゃんと入れ込んでるんですね。でそれがどこに該当するのかっていうのは、あの実際学んでいくと、あこの部分なんじゃないのかなっていうのは分かってくるかもしれないんですけれども、まあ、当然プロはそういった有効性ではなくて、ここがちゃんと安全装置として安全性を担保するために組み込まれてるんだなっていうことを理解しながら、例えばパーソナルコーチングであれば単に劇薬を渡すっていうわけではなくて、ちゃんと有効性のある薬を渡しつつ、ちゃんとそれが出る、まあ、全てのね、あの薬が何の副作用もない
ていうわけじゃないのと同じで、やはり何かマインドに対して変化を起こすと、それに対して何かこう反応が出るんですね。でもそれにちゃんと対処できるっていう自信があるから、あるいはそういう経験がある、そういう技術があるからこそそういうものを渡せるわけです。だからまず一つは、ちゃんとその人が多くの臨床経験を、臨床試験を経た技術を提供しているか、そしてそれを提供するその人自身が臨床経験を通じてちゃんと副作用にも対処できるような、まあ、そういうような積み重ねをしているかどうか、まあ、そういったことをぜひコーチングだけではなくて、広くマインドの世界を自分自身、まあ、世界っていうかね、マインドの知識を自分に当てはめようと思った時には意識に上げて確認していただければなと、まあ、そういう意味での、まあ、私たちコーチは例えば薬に対して、まあ、薬剤師あるいはお医者さんがそういう有効性安全性ということをちゃんと理解して、それを適用できるプロであるように、私たちもマインドとの仕組みあるいは使い方ということに対して、そういう有効性あるいは安全性ということをちゃんとコントロールして相手に提供できる、まあ、そういう役割なんだというふうに思っていただければと思います。